もうどん、ほんで12月入りましたけど、どんなんです皆さん。嵐の前の静けさみたいな感じですね。でしょ、毎年の12月とちょっと違うでしょ。違いますね。違うでしょ。なんか逆に動きがちょっとピタッと止まった感じですね。うん、止まってるでしょ、静かになってるでしょ、あれ上が静かになってるからですよ、やっぱり。上が、国、政治もそうやし、大企業もそうやし、経団連もそうやし、あんまり触れたらつつかれるからそっとしとこうっていう、あれかもしれないですね、国とか、ああいう。バブルが崩れる前とか、こんだけ大きく動く前って一回ピタッと静かになるんですよ。バブルの頃ピタッと止まりましたね、で騒がんようになるんですよ、もう、だからあれ死にたいになってるって感じですわ、もう、黙り出すっていう、あとまだメディアがまだうるさいんけど、あれメディアも黙り出したらもう完全に終わりですわ、もう。メディアはね、抱え込まれてしまいますからね、もうでもメディアもちょっともう尻滅裂になってんのバレてるから、で支離滅裂って言って金融とか戦争とか言うても、そんなんはどっちかって言ったら、ほら日本の人って国民からしてそんなに自分ごとじゃないやん、よその国でやってる、ウクライナでやってる戦争なんてはっきり言って、で金融言うたって、そのバブルバブル言うたって相場やってへん人とかね、極端に不動産やってへん人とか、普通の人はあんま関係ないわけですよ。ただワクチンが騒ぎ出したでしょ、これはもうほんまに自分の命にみんな関わってるから、これはだよなんのかな。あとあれですよね、その防衛費上げる言ってるじゃないですか、でその財源っていうので、なんかいろんな増税をなんか言ってきてるじゃないですか、で巷ではいろんなところで、あれもやるんちゃうか、これもやるんちゃうかみたいな感じで、こちらほら言い出してますね。増税するでしょうね。やりたいでしょ、やりたいでしょうね、大義名分ができてますから、北朝鮮とか攻め込まれた時にどないすんねんと、最低限の守り必要ないかと、あれ嘘やったってバレた時どうなりますもうバレてるけど、その時点ではそういう情報があったっていう、あの昔のね、アメリカがビンラディン殺害するって言ってわっと言ったのと同じじゃないですかあれと一緒ですわ、だから後でほじくり返そうとしても、その当時はそうやったんやって言い切って逃げてしまうっちゅう。僕は今回はできへんと思ってるわ、自民党が持たへんのに、今だから言ってるだけで無理ですよ。だから消費税も無理やし、あれが無理やと思うわ、インボイス今回いろいろやってる、あれもなくなると思うわ。なくなりますかね。だって自民党なくなったらどうなります？あれもう次、これもう半年持たんよ。あれこれでもめちゃくちゃ金かかってますよ。いや関係ないんですよ、連中にとっては。役所なんか言われてることやってるだけなんで。まあ極論言えば委託されてる民間の会社がやってますから、ね。そうだけど、だから要は利権ですよ。ただそれやるだけにやってるだけなんで。でめっちゃ冷静に考えたら、自民党公明も持たんの目に見えてませんやん。あの支持率であんだけひっちゃかめっちゃかなって。うん、統一やってまだ創価学会出てくるし、いっぱい出てきますよこれから、ね、来年は、ね、もうだから来年の夏もね持たんと思ってるわこれ、また5月6月ぐらいに解散っていうような形になるんちゃうんかなこれ、ってなったらあんなん全部白紙撤回ですよ次解散総選挙やって自民勝てると思いますか、今の調子で統一教会なくなって、経団連ももう弱いし、もう無理っすよ、もうひっちゃかめっちゃかの状態ちゃいます選挙やっても、それこそあのごぼうの党とか、あの何やったっけ、あの面白いの山本太郎とか、あんなんがグワーって伸びてくるんじゃん、それひっちゃかめっちゃの時ってもう、そうですね、カオスの状態ってああいうなんか出てきますよ、やっぱ受け入れられますからね、隙間からこうガッグッグッグッ、賛成党もしっかりやと思いますよ、いろいろ党もみんな作るでしょうね、だから何ちゅうんかな、昔の場合何ちゅうんか、ぐちゃぐちゃに入り混ざってる状態ですよ、もうバラバラで、ほんでなんか、ま、次新しいとかまとめていくんちゃう、まあ、もう無理やでこれ増税は。逆にね、あれ自民党潰してるっていうふうに見えません、あんだけ増税叫ぶっていうことは。普通言わんすよ、増税って言ったらもう、そう自ら自滅してるってことですよ。まあ自滅しようとしてるのか、それか
あのしばらく主だった選挙しばらくないじゃないですか。いやあのでもあのゴールデンタイムって言うとるじゃないですか。俺ねあの今の岸田さんってあれ多分その潰す役やと思うねあの人、うん、何にもせんとひたすら、うん、で暴露してるでしょ、うん、全部暴露してってるでしょ、うん、要はあれですよ閣僚に悪さしてたやつ悪党を閣僚に引っ張り上げてるじゃないですか、わざと、ほんでバレて落ちていってるんですよあれ。ほんで増税増税って叫んで、俺意外とあの人その役やと思う、自民党潰だってこあの清和会潰したあの人じゃないですか、だって見事にだって静かに自民党潰すっていう形ちゃいますあれ、あの人こっぱみじんにあのポジションで今の動きやったらできますよね、それはね。できますよ。あんな作るより潰す方が簡単ですわね。だから要は内部崩壊でしょ、やっぱ潰れていく時って毎回、はい、あの絵がやってるようにしか見えんねんけどね、うん、だって世界中一緒ですよ、バイデンも自ら滅んでいってるでしょ、あれもあの役やと思うんですよ、うん、そういうシナリオの役やと思う、トランプええもんにしてこっち悪いもんにしてみたいな、全世界その形ですやん、うん、だから壮大なあの何て言うかな演劇っていうか、うん、あれやってるんちゃいます今世界中で、うん、あのロスチャルドの金潰すために、うん、まあどっちにしろ潰れんねんから自民党なくなりますよ、明治政府の終わりってことですよな、これで。だから天皇さんどうするかっていう話まで言ってるわけでしょ今も、うん、っていうことはもう明治の前に戻るってことでしょ、結局はあれ偽物やったってなるわけでしょ、すり替えられたってことになるっていう話になっていくんちゃうんですか、全部が、うん